まあ決めきるところで決めきれなかったのと、あとゼロで押されなかったこと、それだけです。まあ、これから、まあ、難しい試合が多分どんどん続いていくんで、もっと一日一日を大切にして、結果を残せるように頑張ります。